どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ今日はですね、ちょっと最新情報のお知らせをシェアさせていただこうと思います。その前に、10周年ガズレレ生誕10周年記念イベントからもう1週間経ちました。なんかね、まだ興奮冷めやらぬ感じなんですけど、どんどん新しい情報を公開していきます。まずね、今日はね3つぐらいのお知らせですね。1個目、はい、皆さんこの本ご存知ですか？これガズレシピということで、ガズレレから出版している楽譜の本なんですけど、これ、中見るとわかるようにですね、これ80曲ぐらい入ってるんですが、あのですね、かっこいいバージョンも記載があるんですよ。簡単バージョンとかっこいいバージョン、この下の段にも書いてあるというね、これはこうかっこいいバージョンがこんな風に。あ、この楽譜、これ、にわかにね、隠れた人気商品でございまして、なんとこの本がですね、この度、全国の島村楽器さんの店頭でもご購入いただけるようになりましたというお知らせでございます。これはですね、大変、有用な本で、リットミュージックの、から出ている本はですね、簡単バージョンで自分でどんどん書き込んでいってねというスタイルで、初心者を中心に、やっているんですけど、こっちの方はかっこいいバージョンもあるっていうのがかなり特徴になってまして、曲数もですね、ざっとちょっとパッと見せるとですね、結構ボリュームあります。こんだけ、曲ざーっと入ってますからね。はい。こちらの本、ガズレシピ書籍版、島村楽器さんの店頭でも、ご案内できますよというお知らせをさせていただきますと。はい。これ Amazon でももうゲットできるんでね。皆さん、これもちょっとぜひお見知りおきくださいと。で、今ね、島村楽器さんというお話が出てきたんで、島村楽器さんでですね、来月6月に G ラブウクレレポップアップショップオープンしますということでございます。この情報はもうね、G ラボウクレレの YouTube チャンネルではもうすでにご案内しております。ちょっとこの辺にリンクとか、概要欄とか、ちょっと動画のね、リンクも貼っときますけれども、6月の10、11、12の3日間、島村楽器大阪のですね、ララポートエキスポシティ店。ちょっと間違えちゃいけないからもう一回確認しよう。これね、間違えちゃいけないですからね。6月の10、11、12の土日月の3日間、開催で、場所は、ララポートエキスポシティ店。島村楽器ララポートエキスポシティ店というところで、G ラボポップアップショップ一角をお借りして、全種類の試奏とか、できますよ、もちろん。はい。それ関西方面の方、関西方面に行かれる方、住んでる方、ぜひね、この3日間、行っていただければというふうに思いますが、ちなみに、ただいま、大好評で G ラボガズレレのウクレレたち、今現在、販売と予約受付期間中ですからね、皆さん、こっちもよろしくね。今すぐ、注文できるようになってますからね。こっちも概要欄にもちろん貼っておきます。そしてね、そこでポップアップショップに行くとね、こういうカタログなんかもあるんですよ。実は G ラボってカタログもあったりなんかして、こんな感じでですね、いろいろこう、どんなのがあるよ、こういうの。これもね、ポップアップショップの店頭に行くとね、こんな感じで、見ることも、もらえることもできるのかな、ご案内があるんでね。まあ、ぜひともこんなのもお楽しみにしていただければいいかなというふうに思います。はい。それでね、最後のお知らせなんですけど、このね、10周年記念イベント、ガズレレ生誕10周年記念イベントで初めて、発売されたグッズがあるんですけど、ちょっといち早く、トートバッグだけがですね、皆さんのお手元にインターネットショッピングで購入できるようになりました。じゃーん、このデザインです。なんというこのシンプルなんでしょうか。ど真ん中に G 一文字です。これがまた、よく見ると、縫ってあるように思うけど、プリントで、この糸のところが、表現されているということ。大きさが2種類あります。はい、こんな感じですね。ちょっと細長いトートと、こっちは、ちょっと今ね、カメラ撮ってるのハニーさんなんですけど、こっちはどんな用途？これはね、普段のね、使ってもらえる感じで、普段街歩きとかね。そうそうそう、でこの街がね、うん、すごいついてるから、あ、そうなんです。実はね、小さいけどたくさん入るので、はい、これがね、そうこれがニューデザインの、はい、トートバッグでございます。で、これに何か小泉さん、うん、マイハニーさんが、はい、何でしょうか？この G のステッチのところに、うん、本当にステッチをしてみようかなと。ああ、これでカスタムをしようという提案を しようということで、動画、はい、もう近日っていうかすぐ公開になるのかな、はい、その動画も今ね、小泉さんが今、マイハニーさんが今仕込んでるところで、これね、カスタムするとかなり楽しいらしいんですよ。はい。で、このトートバッグのご案内、これもすぐご購入できる状態になってますんで、こっちの方のトートバッグのご案内も URL に、下の概要欄のところに URL 貼っとくんで、ぜひ、ガズレレの新しい
しいデザインラインナップ、ぜひチェックしてください。このグッズの方もですね、夏にかけてまたいろいろ今準備していて、またこんな感じでご案内できると思いますので、いろんなグッズお楽しみにしといてください。というわけでガズレレにまつわるいろんなニュースだったんですけれどもですね、まあガズレレ YouTube の方はもうモリモリですね、日々動画を積み重ねておりますので、皆さんの好きな曲もどんどんアップロードされていると思いますよ。そして、7月なんですけどですね、さっきも言ってます、リットミュージックから新しい本が出ますよ。今度はソングブック5、今日特別にジャケット公開、ドーン。今回オレンジ色でーす。これはですね、もうちょっとしたら予約とかいろいろご案内できると思うんですけど、今ね、楽譜チェックの真っ最中で、ガズさん張り切って楽譜をチェックしております。これも素晴らしい本になりますよ、ということでございます。お楽しみにしておいてください。さあさあ、これから夏ですから、ウクレレといえばやっぱり夏がなんだかんだ似合うよね、ということで、あっちからこっちから、またさらにガズレレをご活用いただき、皆さん、さらにポップにしていきましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。またガズレレで会いましょう。バイバイ。